コリントス地境コリントス地境の1コリントス地境はギリシャの本土とペロポネソス半島とをつなぐ地境。コリンティアコスワンとサロニコスワンに挟まれており、幅は約6キロメートル。コリントス運河によって2つの海は結ばれている。古代ギリシアではこの地をイストモスと呼んだ。シグマシータミューは古代ギリシア語で首を意味する言葉であるが、後にイストモスは 地形としての地境を指す一般名詞として使われるようになった。コリントス地境を指してイストモス地境と呼ぶこともある。北から見たコリントス地境。中央に運河が見える地境の西北側にはコリンティアコス湾、南東側にはサロニコス湾が広がっており、全長6 3トルのコリントス運河で2つの海が結ばれている。 地境の北東側にはギリシャ本土、西南側にペロポネソス半島がある。行政上、地境はペロポネソス地方に属しており、コリントス市及びルトラキアイー、テオドリ市の地域である。本土側はアッティカ地方と隣接している。地境の西南部、ペロポネソス側にコリントスがある。コリンティアコス湾に面した、現在の市街は19世紀に入って新たに、 建設されたもので、古代ギリシャ時代の都市国家以来のコリントスは内陸に一致する。地境周辺の古代コリントスの遺跡ケンクレアイの古代、港湾遺跡古代ギリシア時代より、ギリシャ本土とペロポネソス半島を結ぶ要衝として知られている。ギリシア神話では、英雄テセウスが、故郷トロイ全園からアテナイに向かう途中でこの地を通った際に、旅人を愛するシニスを倒したという。 テイセウスはこの地境に2本の石踏みを建てたと伝えられている。東側の石踏みにはタウデルタ海、パイエプシロンラムダパイニューニューイータシグマ、ラムダラムダオメガニューアルファー、西側の石踏みにはタウデルタシグマタウ、パイエプシロンラムダパイニューニューイータシグマ、カッパオメガニューアルファーと刻まれていたという。古代コリントスは、サロニコス湾側に、ケンクレアイ降、コリンティアコス湾側に、 デカイオン公を有し、公易の結節点として繁栄した。サロニコス湾側に近いイストミアには渡積み、ポセイドオンを祀る松に装飾された神殿があり、古代ギリシア市大協議会の一つ、イストミア大祭が2年に一度開催された。実質、地理的に、地方色の非常に濃い協議会だったとされている。5世紀には、東ローマ帝国の皇帝テオドシウス2世によって、 ペロポネソスを北方の蛮族の侵入から守るために地境を横断する防壁エクサミリオンの壁が築かれた。1893年には地境を横切るコリントス運河が建設された。それまではネロの時代から運河を掘る試みがなされていたが誰一人成功したことはなかったという。ありがとうございます。